お疲れ様です。陸学会です。今日はですね、前回土材洗ったんですけど、あんまり綺麗にならなかった、なので生物土材をね、メインとなる方全部入れ替えていきたいと思います。それではどうぞ。どんな感じかっていうとね、実際こんな感じなんですよね。ちょっとこれ餌入れちゃってるんで、そもそも綺麗じゃない、下に溜まってるの見えると思うんですけどね。これ全部餌が溜まってる。でもね、今までこんなにね、長い時間餌切れが悪いっていうかね、汚いことはなかったんですよね。こう遠目に見ても明らかですよね。待ってますね、これかなり待ってますね。おかしいんだよなっていうんで、今回は、生物露材メインになる方、右側の方ですね、こっち側のね方を全部入れ替えていく。左はね触らないです。右がメインなんでね、そちらの方変えていくんですけど、これそもそも何の露材入ってんのっていうのもね、疑問に思われてる方いらっしゃると思うんですね。私の動画を最近見始めたっていう方は、あんまりね生物露材って動画出てこなかったと思うんですよ。物理露材めっちゃやってるけど、でこれね、実はね随分前に買ってあったんですよ。いつか入れ替えのタイミングが来るだろうと。で用意したのがこちらのブルカミアですね、D ってやつなんですけど、弱酸性に傾ける高機能活性露材だったかなっていう露材なんですね。これ一応ソイルっちゃソイルなんですけど、これをね、電源を抜いて、ポンプをね、止めて水を排水して、こちらドライろ過層、これ何度もね、もういい加減別に変えようと思いながらもまだちょっと置いてあります。しばらくこのまんまです。でこれはね殺菌灯ですね。もう2年ぐらいね使いっぱなしなんですよ。だから多分ね機能してないですね。明るいけど分かんない、明るいけど多分機能してない。で安永のブロワーを使ってる。でこの中の、生物露材上の方からね、順に撤去の方していきます。でこの一番上のやつはね、何か分かりますかね。サブストラットプロっていうやつなんですね。でこれをね全部カゴに移してます。普通だったらね、よく露材用のネットなんかに入れてらっしゃる方たくさんいると思うんですね。で私も前はそういう風にしてたんですけど、空気のね、通り道とか作るのに、このカゴにねこういう風に満タンに入れて、重ねて使用しているというような状況ですね。でサブストラットプロはね非常に小さい、粒の露材になるんで、ろ過層が小さくてもたくさん容量を稼げますからね、非常におすすめな露材じゃないかなと思います。はい、ということで倍速でね、がっつり洗っていきます。でこれね、もう交換するんで洗う必要ないだろうって思ってるかもしれないですけど、一番上のやつはねこのまんま使うつもりなんで、すいません。交換するっていうのはブルカミアの方ですね。交換するんでサブストラットプロはね、一番上はねちょっとブルカミア嫌なんですよ。まったりとかすると結構細かいの下落っこっちゃうんで、なんか抑える代わりにね、サブストラットプロは入れておきたいというところですね。でもうどうせね全部交換するんで、もう一旦ね、水道水でガッサガサ洗ってます。お米を研ぐ要領ですね。あんな感じでもうとにかくね、汚れという汚れは全て落とすというような感じで、洗ってます。普段のメンテナンスだったらこんな風にしないんですよ。ろ過層の中でシャラ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 って軽くやって終わるぐらいか、ろ過層からバケツに水も汲んでその中でカチャカチャカチャってちょっとやって終わりみたいな感じにしちゃうんですけど、今回はねもう何しろ入れ替えというのをメインにしてるんで、こんな感じですね。洗いが終わりましたんでもう一度ね、詰めていきます。これね細かいこと言うと結構ね均等に詰めるのめんどくさいんで、そんなね何リットルとか厳密にぴったりじゃないんで、割とざっくり入れてます。これ100均でね売ってるカゴ52個使ってますよ。もうほぼ買い占めたみたいなんで、同じ色が揃わなかったんで違う色使ったりしてるんですけど、これはすごいいいと思いますよ。袋とかだと結構いい容量入るじゃないですか。でこれだとね一個一個小さいんで持ち上げるときそんなに重くないんですよ。多少ね上が空いてるんでこぼれたりっていうのはあります。それはねもうどうしようもないんですけど、それを除けば悪くないかなと思います。でカゴに入れることでね、きっちり袋っていうかネットに入れるとどうしても角のとこ丸くなったりするじゃないですか。そういうこともなく、ろ過層のね大きさに合わせてきっちり詰めることができると。たまたまなんですけどね、貫徹のね1メーター幅の奥行き600の高さ400だか450っていうろ過層をね、私オーバーフローのろ過層使ってるんですけど、たまたまねこれがねぴったりなんですよ。だからねこう
んな綺麗に収まるもんかねっていうのもあるんですけど、なんとかね、きっちり配慮のカゴがあれば、あるいは、ね、自作しようかなとも思ったんですけど、まあそういうのが、ね、あればぜひねカゴでロザ入れるなんていうのもね面白いと思います。一つ試してみるといいんじゃないかなと思います。まあもし私が手作りするっていうんだったらトリカルネットを使いますね。トリカルネットを直方体でも立方体でも何でもいいですけど、そういう感じに切って、つなぎ目の部分はどうしようかな。まあそうですね、タイラップで留めるか、釣り糸、あのナイロンラインとかね、ああいう擦れに強いラインで、まあ、結ぶとか、まあそんな感じで作るんじゃないかなと思いますね。あるいはそれを側にしておいて、中に、まあ、こぼれないように排水口に使うようなネットをね一応入れとくとか、まあそういうのもありかなって。あれは伸縮性結構あるんでね、端まできっちり入るんで、多分そうだね、大丈夫じゃないかなと思いますね。ああいうので結構ね、このサブストラットプロ洗ってて思ったんですけど、あの米を研ぐように洗ってると多分ね、ろ材同士が擦れて細かい、なんていうんですかね、削れちゃうんですね表面が。でそれでね、いつまで経っても洗い終わった気がしないっていう、あのまさに本当お米研いでる感覚でした、ね。まあだからある程度のところで、この辺はね終わりにして、次のろ材にねそろそろ行きたいと思います。はい、じゃあサブストラットプロのね、方は洗い終わって中に、ね、カゴの中に入れて一旦風呂場にね、置いてますんで、今度はねその間にこちら、これがねメインのブルカミアですね。かなり粒が小さい。さっきのサブストラットプロも大概だったと思うんですけど、こうですよ、もうソイルなんですよね。これ基本的に水草水槽とかでも確か使えるんじゃないかな。よくね底面フィルターとかの上にこれを5センチの厚みで引いて使ってくださいとかね書いてあったりするんですよ。基本的にね確かね1年から2年で交換って書いてあったと思うんですよね、プロの方に。でも私これ多分ですね、長いやつ途中で足してるんであれなんですけど、最初の方に使い始めたら多分3年ぐらい使ってるんですよ。っていうのがそもそもね、私はそんなになんて言うんでしょう、ろ材はね崩れなきゃ使えると思ってるタイプで、これ一番下にね敷いてたのがこれ赤玉土、硬質の赤玉土ですね。まあこれをね入れてました、まあろ材代わりにね。だからこの辺はね赤玉土はもう今回やめて全部ねブルカミアにしちゃいます。だからここもねあの全部ネットを入れつけなきゃいけないんですよね、カゴに。これがまたちょっとめんどくさいんですけどね。でこれがねエアレーション用の、イブキのねエアストーンと、これも撤去していきます。でこの下のねスノコ、これを固して、でこの下のね掃除を当然していくというような形になりますね。結構ねブルカミアって崩れませんかとかね言われるんですよ、聞かれるんですけど、正直ねあんまりなんて言うんでしょう、そんなに崩れてどうのっていう風にあんま思わないかなっていうところですよね。まあこれを見てこの中に今いくらかは入ってますよ、それはブルカミアのクズだってね。まあだけどそんなでもないかなっていう気はしてますね。だから全然その辺はねあんまり心配しなくていいと思います、あの崩れるとかね型崩れがみたいな。はい、でね、このスノコの下も掃除が終わりました。今使ってるのはバスポンプですね。まあバスポンプ使いながら水流してオーバーフローのねろ過装が水抜いてっていうね、両方の、まあ、水抜きを使って、掃除の方をしているというような状態ですね。はい、じゃあ掃除終わりましたんで、これからねスノコの方を、戻していきます。でこのスノコの下に溜まるじゃないですか、ああいうフロックっていうか活性汚泥とかね、まあ、活性汚泥は必要なんですよ。ただね過剰っていうかね余剰分はね排出したいんで、なんかうまいことできないかななんていうのね昔から考えてるんですよね。ちょっとちっちゃいポンプ仕込んでみたりとかね、まあ、ちょっとおいおいやっていけたらいいなと思って。はい、でこの上にね先ほど撤去したエアストーンですね、イブキのエアストーン、これをね、戻していきます。でこれ何センチだったかな、25センチってことはないか、2本で重なるから30センチ以上あるのかな長さで、これをね1列につき2本ずつ使ってまあラップさせるって言い方で伝わるかな、あの一部ね、まあ、あの長さ方向長いんで重なっちゃうんですけど、まあそんな感じでね端から端までエアが上がるように並べて使うというような形ですね。こちらにエア供給してるのはあれはね安永の AP40P ですね、これを使用していると。で安永のポンプねでかいけど結構静かなんで、2層にエアレーションしたりとか、まあ複数の水槽を使ってるとかっていう方にはね非常におすすめなんじゃないかなと思います。あのハイブロ C8000 でしたっけ、まああれと比べても結構まあまあ静かかなという感じですね。まあ使い方にもよりますけどね。じゃあ続きましてね、ブルカミアの方を開封してこれからねそのカゴの方に、詰めていきたいと思います。そういえばさっきちゃんと言いましたっけ、このカゴサブストラットプロを入れてあったのと同じなんですけど、この目の細かい、さらにねサブストラットより目の細かいブルカミアをどうやって入れてるんだって思ってる方は、以前の動画にねこのカゴの作り方あるんでよかったら
そちらをご覧ください。まあ実際そんな難しい話ではないんで、口頭で簡単に説明だけしますと、100均のカゴに100均で買った、よくね、三角コーナーにネットかぶせるじゃないですか。あの台所のね、シンクのところの三角コーナー、まああのネットをね使ってるんですよ。で1枚じゃ入りきられんので、2枚まあ重ねるというかね、ちょっと一部重なる感じでこれをカゴにつけると、まあそういう風にするとこのブルカミはこんなに細かいけどこぼれないで使えるんですね。でこれもね、あの掃除を考えてくださいね。こんな細けえのこうやってますけど、めちゃくちゃ下に粉落ちるんで、動画撮影の関係で仕方なくここでやってますけど、世の、お父さん彼氏さん、アクアやる上で奥様や彼女さんの理解って非常に大事なんで、必ず掃除はするからとかね、あるいは汚れるから外でやってよって言われるようなタイプだったら必ず外でやるとか、まあそういうのはね、ちょっとあの配慮していただかないと、このブルカミアっていうのは使いにくいかなと思います。はい、詰め終わりました。もうほぼ上の方までねきっちり入れちゃいますね、私は。大体ですけどね、あとは上にねいろいろ重ねるんで、それが負担になってくれますから、これで十分かなというところですね。でこちらにねブルカミア入れた箱を、どんどん戻していきたいと思います。はい、続きましてね、先ほど風呂場に置いといたサブスタッドプロ、これをね上に重ねていきたいと思います。まあさっきもね言いましたけど、このブルカミアって非常に粒が細かいで、上からね水が当たったりとか水流がちょっとね強いところがあったりすると、多分ね少しえぐれたりとか舞ってしまったりとかして、まあ、下に落ちてしまうだけになるんで、私はね、まあ、蓋をする意味で、一番上にこのサブストラットプロを置いてると、まあ、いうような感じですよね。だからまあぶっちゃけサブストラットプロである必要はないと言われれば確かにそうかもしれません。まあただね、こんだけね細かいブルカミアに比べれば大きいですけど、まあ小さくてね、粒の細かくて結構ちゃんと敷き詰められる、まあ露材というのでね、私はこれをずっとね、使ってます。だからサブストラットプロもね、非常にいい露材だと思ってますので、これはずっとね、使ってると。で何日のねブルカミアより全然型崩れがしないっていうのは、いいのかなと思いますね。だから今回ねブルカミアとサブストラットプロって多分ね使ってる期間同じぐらいなんですけど、サブストラットプロは洗うだけでね、とりあえず一旦入れ替えじゃないですね、洗うだけで再利用ですね。ブルカミアはまあちょっとね今回致し方ないということで、とりあえず一旦交換してみようというような感じでね、交換を、しているというような形になりますね。まあ箱なんでね入れにくいのはまあ多少ありますわな。はい、すいません、ちょっと手間かかってますけど、こんな感じですね。露材のセットが、完了しましたんで、そろそろね、水を入れていきたいと思います。この際にね、特にこのブルカミアを使う方には特に注意していただきたい。で水をね、ろ過槽に入れるのは当然なんですけど、その状態ですぐにポンプは回さないでほしいんですね。これ動画の流れでね、すぐにポンプ回してるみたいな感じになっちゃうと思うんですけど、私はねブルカミアとかその辺を使うときは最初必ずね、あのオーバーフローのところってタンクに水を張った後、下のバルブひねって、一番最初にやったあのバルブひねると水が抜けるようになってるんですよ。だから何回かね軽くというか待ってるものがね洗い流されるというか排水できるように、まあそういうところをね、やっていますね。何回も水を張っては流すというようなのを繰り返すことで、水槽内にね、まあ、浮遊物が行くのをちょっと防ぐことができるかなというところですね。でエアレーションをつけてというような感じですね。でこの後にポンプの電源を入れるようになるんですけど、非常に残念なお知らせがありまして、なんか前も言ったような気がするんですけどね、私ね大体こういうのねやって満足しちゃってね、その後の水槽の絵を取り忘れるっていうのはまあある。ごめんなさい、今回もそうです、取り忘れました。しょうがないんで、次回ねまた別のことやっちゃうんですけど、その流れでね、どうなったっていうね、水槽の絵をお送りしたいと思います。なのでね、今後またこのろ過がねいろいろ変えたことによって水槽のね水がどう変わっていくか気になる方いらっしゃいましたら、ぜひですねチャンネル登録をして、次回の動画もお楽しみに。ということで今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。